number one, White Obara Taiki. Number two, Black Fuji Shogo. Number three, Red Naito Nobuhiko. Number four, Blue Kobayashi Takuhito. Number five, Yellow Fukasawa Shinsuke. Number six, Green Kawai Yasuharu. さあ、そして選手たちの表情にもご注目ください。それではこの準決勝 A、 まもなくスタートしていきます。会場の皆様一体となってここから選手にパワーを送っていきましょう。さあ行きましょう皆様。 Let's go! クラップ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 。ホーム側の皆さんもアリーナもバックも一緒にクラップ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 。ありがとうございます。 Pit 6 Championship Zero Round 3準決勝 A、 まもなくスタートです。Pit 6 Championship Zero Round 3 Semifinal Race A スタートしました。それでは改めてスタート順に選手をご紹介してまいります。1番前を走るのが4番ブルー小林拓人、その後ろが注目度ランキング現在3位です、3番レッド内藤信彦、その後方にいるのが現在注目度ランキング2位となります1番ホワイトの小原大輝、その後ろ6番グリーン河合康春、その後ろにいるのが注目度ランキング現在1位です2番ブラック藤井翔吾、1番候補6番手が5番イエローの深澤慎介。以上の6名の選手による準決勝 A、 果たしてこの後のナイトで行われる決勝に進出を決める2選手は誰と誰になるのか、ご注目ください。このラスト4周目まではペーサーが先導していきます。早速後ろから動きも見せております。第4コーナーを回ってペーサーが外れ、まもなく加速ペロワン来ました。早速外側から2番藤井翔吾来ているでしょうか。現在の先頭は4番小林、後ろを見ながらの走行です。少し混戦になっております。外側から2番藤井、少しペースアップしてきています。ここで残りが2周となります。先頭に出てきました2番藤井翔吾、追いかけるのが5番深澤、ついていきます。現在の先頭2番藤井、さらにペースアップ、番手が5番深澤、この後抜くことができるでしょうか。ここからファイナルラップ最終周です。現在の先頭2番藤井翔吾、このまま逃げ切ることができるでしょうか。外側から3番内藤信彦も来ています。現在の先頭は2番藤井翔吾、ストレートに戻ってきました。ここからどうなるでしょうか。フィニッシュ、最後は大混戦となりましたが来てますよね。そして藤井選手はこのまま逃げ切るかという展開、さあどうなんでしょうか。これ上からの映像見たいですね。はい、来ました来ました。まず入ったのは1番小原選手、続いて2番の藤井選手、失礼しました、2番藤井選手、そして3番の内藤選手、第1位はナンバー2ブラック藤井翔吾選手、第2位ナンバー3レッド内藤信彦選手、そして第3位はナンバー5イエロー深澤慎介選手です。藤井選手、まずはおめでとうございます。ありがとうございました。さあこれで3連勝となりましたけれども、今のお気持ちとしてはいかがですか。あ、もうめっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいということで、先ほどのレースあの
フェーサーが外れてからこうずっとこう外側にいながら様子を伺っているように見えたんですけども、こう作戦としてはこう振り返ってみてどんなレースだったんでしょうか。そうですね、やっぱり一番、タイムトライアルでタイム出している小原君、はい、しっかり、まあ、蓋して先に行かれないように、でしっかり僕が先行できたらいいなと思って、はい、あの作戦しました。なるほど、それが見事功を奏したということになりましたね。そしてこれでいよいよ決勝進出となりました。この後ナイトのレースで決勝控えています。ぜひですね、最後に皆さんいらっしゃってますので意気込み聞かせてください。初めて決勝乗れたんで、しっかり優勝を狙って、頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。見事決勝進出を決めました藤井翔吾選手でした。改めて大きな拍手をお送りください。藤井選手、ありがとうございました。ありがとうございました。